トゥブは、エジプトの作家、詩人、教育者、イスラム主義者。1950年代から1960年代における、ムスリム同胞団の理論的指導者。弟のムハンマドクトゥブは、彼の思想を著作を通じて広く紹介し、反世俗主義を唱えて、ウサーマ・ビン・ラーディン・ラ・イスラム過激派の思想の原動力となった。小説や文芸批評も含めた24の著作を成した。 イスラム教の社会的、政治的役割を論じた作品で、イスラム世界では大きな影響力がある。とりわけ物質主義、暴力主義であるとみなしたアメリカ文明に対する批判的言説で知られる。ムスリムの殉教を支持し、彼の思想は、クトゥブ主義と呼ばれ、教イスラム過激派などに多大な影響を及ぼしている。クトゥブは上エジプトのアシュート県にあるムーシャという村に生まれた。 父親は地主で地元では毎週集会を開く、政治的な活動で知られていた。クトゥブは幼い時からクルアーンを独唱する美的な側面に見いられた。クトゥブは独学でクルアーンを学習し、わずか10歳にして、クルアーンをすべて暗唱できるようになった。10代になると幅広い学問ではなくイスラムの教義しか教えない学校に反発するようになり、イマームへの反感を募らせた。 1929年にカイロの高等師範学校のダール・アルールームに入学。1933年に同校を卒業した。その後、アラビア語の教師を務めながら、著述活動を行った。1939年には、エジプトの教育省の役人となった。1948年、教育システムの調査のためアメリカ合衆国に派遣された。 最初の数ヶ月はコロラド州にあるコロラド州立教育大学に学んだ。アメリカ滞在中にクトゥブの最初の宗教的社会批評の理論書、A、AL、アダラールアイタマ、イーアファイエルイスラームが出版された。クトゥブは生涯を通じて呼吸器系の疾患など健康に恵まれなかった。また、生来、内向的で孤独で、鬱でいる時が多かった。 人前に出るときは蒼白でいつも眠いような目をしていた。クトブはエジプトの女性は西洋化が進むほど抑圧的な境遇に置かれていると考えていた。クトブはアメリカで教育行政を深く学ぶためにスタンフォード大学など数々の学校に通った。また各地を精力的に旅した。これらの経験がクトブの思想に多大な変革をもたらした。エジプトへ帰国する途上、 クトゥブはヨーロッパも旅をし、そこで、ザ・アメリカ・ザット・アイ・ハブ・シーン・イン・ザ・スケール・オブ・ヒューマン・バリューズという本を出版した。その中でクトゥブは、アメリカの物質主義、個人の自由、経済システム、ファッション、人種差別、スポーツへの熱狂、美的欠如、性的な大敗、神聖国家であるイスラエルへの肩入れなどを多くを、辛辣に批判した。彼の批評は、 アメリカ人の離婚への規制、表面的な人間関係、中身の内科は、アメリカ人女性のセクシュアリティなどにも向けられた。結局、クトゥブには、アメリカ文明の諸要素は激しすぎ原始的に思われ、アメリカ人は何よりも、信仰や美や精神的価値について、不誠実すぎると結論付けた。アメリカでの経験がクトゥブを西洋文明への拒絶に向かわせ、 イスラム主義へ進む動機となった。エジプトに帰国すると教育省を辞職し、1950年代に、クトゥブは、ムスリム同胞団に加わった。ムスリム同胞団の帰還し、エール・イーキンあるムースリムの編集長となり、後に、ムスリム同胞団の最高会議のメンバーとなり、プロパガンダの責任者となった。1952年、ガマール・アブドゥルナーセル率いる自由商工団が、 クーデターを起こして、親、西欧的な政権を打倒した。クットブは、帝国主義な立憲君主制が崩壊したことを歓迎した。しかし、クットブらムスリム同胞団が期待したような、イスラム国家樹立へとナーセルは向かわず、クーデターを成功させた自由商工団とムスリム同胞団の共闘は、破綻。1954年、ムスリム同胞団は、ナーセル暗殺未遂事件を起こした。 ナーセルは、ムスリム同胞弾弾圧を進め、クトゥブも投獄された。クトゥブは、獄中の最初の3年間、激しい拷問を受けた。やがて多少の自由が与えられるとクトゥブは、叙述に入り、クトゥブの最も重要な思想書の2冊が獄中で、記されることとなった。注釈書と、イスラム主義のマニフェスト、である。クルアーンのクトゥブ的な解釈とイスラムの歴史や、 エジプトの抱える社会的政治的諸問題の分析を通じて、反世俗的で反西洋的なクトゥブの思想が体系化され、同票によって現在のジャーヒリー・アロンが主張された。クトゥブはイラク大統領のアブドゥッサラーム・アーリフの後ろ盾で1964年に釈放されるも、8ヶ月後の1965年8月に再逮捕された。 国家転覆を図った容疑で裁判にかけられ、ナーセル暗殺未遂事件の首謀者として死刑宣告を受け、1966年8月29日、クトゥブは公主刑に処された。現在では大統領ら要人暗殺計画にクトゥブは関与していなかったことが明らかになっている。地球上のあらゆる国家はシャリアが完全に実行されている。 神のみが主権を有するイスラーム社会と、神以外の存在に主権を認め、そこに法を求める、ジャーヒリーア社会のいずれかであり、中間はなく、イスラーム社会でのみ文明社会は実現される。しかし、イスラーム社会は現存せず、地上には、共産主義社会、偶像崇拝社会、ユダヤ教、キリスト教社会、ムスリム社会を自称する社会など、ジャーヒリーア社会しか存在しない。 イスラーム教徒が行うべきことは、イスラーム社会の建設であり、既存のジャーヒリア社会を破壊することである、と主張した。もっとも、サイードクトゥブは、イスラーム運動は、預言者の内面を覆うことにより、実現するとしており、テロや暴力を肯定したことはなかった。自称イスラーム社会という概念の創設は、イスラーム国家の統治者に対する反乱を、 イスラーム法の立場から承認したことに意義がある。なお、ビンラデンの師匠である弟のムハンマドクトゥブは、世俗主義と民主主義を正式に、ジャーヒリーア社会に追加した。ありがとうございます。